ここはフィッシュ村があるあそこなんだっけ、網からだいたい13-14キロありたところなんですけど、まあ、ここまでは比較的そうですね、まあ普段のコンビニの袋とかのゴミとか缶とか落ちてるんですが、まあ、そんな大したことなくて、やっぱり湖岸沿いの流入河川の河口とかにやっぱりゴミが溜まってしまってるっていう状況です。何してね、キラキラ太陽に輝いて、ススキも秋の風で揺らめいて、とても穏やかな風景なんですけど、今日は気温が20度超えてかなり暖かいんですが、夜と明日の朝かなり冷えるみたいなんで、気をつけて歩いていきたいと思います。